田はですね、28年前から、メディア対抗ロードスター4時間耐久レースというのをやってまして、昨年からなんですが、実車のそういった走る喜びっていうところだけではなくて、ホビーの世界でもやっぱり同じようにこの走る喜びっていうのを感じられるというふうに思って、タミヤさんとですね、お声掛けをさせていただいて、将来のホビーファン、車ファンを広げていくための間口を広げていきたいなと、いうことで開催を、スタートさせました。で、この順位はですね、9月の2日に、実車版のですね、メディア対抗の4時間耐久レースがあるんですが、その時の予選のコースイン順を総合1位から順に決めていけるという形になっています。初めてやられた方っていうのはハンドルをいきなり全部切ってしまう方が多いんですね。まあ、実車とか自転車でハンドル全部切ってしまうと横転してしまったり、車がまっすぐ走らなくなりますので、まずそういったところをイメージしていただいて、ハンドルを少しずつ切りながら操縦するっていうのが一つのポイントになると思います。今日は6台中5位、まあちょっとはね良くなったということで来年はねさらに上位を目指していきたいと思います。そして9月の、ロードスター4時間耐久の本戦ですが、まあ、優勝台という目標を目指して頑張りたいと思います。今日は完璧に人馬別体でした。ですがうちのチームの連中が3位まで追い上げてくれたので、チームワークとしては非常に良かったと思います。本戦は生き残れば、まあ、結構今年大変だと思うので、生き残ればそこそこのところに行くんじゃないかなと思って、生き残るのを狙っていきます。去年勝ってるんで、まあ、いろいろと厳しい判定ストップとかいただくことになるんで、粛々と皆さんにご迷惑ならないようにレースしたいと思っております。今年のロードスター4時間耐久もちろん期待してます。今年はさらにガソリンが10リッター減るということで、まあ、どうなるか全く分かんないんですけど、最善を尽くして、まあ、今日と同じように一番上を狙っていきます。このメーカー横断チームっていうのは実は急増チームでにしてもとってもいい結果だったと思いますし、とってもいいチームワークで、まさにそのメーカーの垣根を越えたような、そういったレースができたんじゃないかなというふうに思います。で、本番はきっともっといい結果になるに違いないですよね。今回も連覇しちゃいましたね。穴の私がですね、早々に自分のスイートを消化して、あとは手だれに任せましたので、もう安心して見ていられました。4時間耐久は、まあ、あまり自信ないですけども、頂点を目指して頑張ります。